明治末から大正時代の高路園遊園地高路園遊園地は、かつて、兵庫県向郡大社村森具に存在した遊園地である。1907年、大阪の商人である、河野倉次と、長ぜ山喜一の手によって開設された。高路園の名称は、二人の姓、河野と長ぜ山の一文字ずつを取って名付けられたものである。高路園遊園地があった場所は、 阪神電気鉄道航路園駅,駅前ではなく、同駅から北側へ徒歩10分程度、遊園地閉園後の1920年に開通した、阪神急行電鉄宿川駅の西側、現在の西宮市羽衣町、霞町、松園町、愛よ町、く井町、との山町一帯である。開園当初から、阪神電気鉄道も経営に参加しており、 約8万坪という広大な敷地には、ウォーターシュート、メリーゴーランド、博物館、動物園、音楽堂など当時としては、珍しい施設が多数設けられて、近畿では最大の遊園地として親しまれた。さらに、1910年秋には、日本国内では初開催となる日米野球に供するために、野球用のグラウンドもわずか2週間で急増され、 総大が当時アメリカ中西部で最強と言われたシカゴ大学を招いて当地で3日間試合が開催された。開園当初は活況を呈していたものの次第に来園者が減少し遊園地は開園からわずか3年で衰退することとなる。加えて地主が変わるなど諸々の事情から開園からわずか6年後の1913年9月で閉鎖された。 1910年に開業した京阪電気鉄道は、沿線の大阪府北川地群とも、旅期、村群に遊園地を計画した際に、阪神館の遊園地として繁盛していた、東園にヒントを得て、香りという表記を命名した。遊園地は、香り遊園地として開業したいかがに移転して、現在の平方パークとなる。ありがとうございます。